見える開花メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。今日はですね、最近ニュースで出ておりますが、ネットでですね、この批判中傷することによって、批判中傷を受けた方が非常に心苦しい思いをされるというところですね。その部分、批判する側のあり方と、批判を受けてしまった側のあり方ですね。そこ、私自身の体験も踏まえながらお話しさせていただきたいと思います。では、画面の共有に入っていきます。ネットなどで叩かれた時に成長できる考え方のところです。何かやろうとするとですね、いつも誰かからこうダメ出しをされちゃうとか、そのね、B さんが言った通りにやったんだけど、またその B さんになんでそんなやり方するのみたいにこうバカにされるとかですね、このネットで全然知らない人からですね、批判の書き込みが来ると。言ったときにどういうふうにしたらいいかというところですね。ここは私も3つともちゃんと味わってるんですけども、このところですね。ちなみにですね、このネットで自分の名前を出さないで批判攻撃をしてしまう方、その心の苦しさすごくわかります。で、素粒子の波の特徴としてですね、自分自身も知らない人に批判攻撃される周波数で呼び合ってしまうので、本当にこうどんどん辛くなってしまいます。じゃあもしこの攻撃をしたくなっちゃったと、私だってされたんだからしたくなっちゃうみたいな人もいると思います。そういう時にどうすればいいかと、そしたらそんだけ私っていっぱいいっぱいだったんだねっていうふうに自分の心をですね、こう寄り添ってあげると、自分で自分のガス抜きというかね、自分で自分に癒しを起こしてあげることができるので、ぜひですね、ネットで批判の攻撃のね書き込みしたくなったら、これは友達とかじゃなくても、例えば国に対してとかもそうです。安倍総理の批判をするとか、そういったことも同じことです。で、批判の周波数なので同じなので、ぜひ批判、ある団体とか、ある組織とかですね、ある個人を攻撃するっていうことは、非常に自分自身が苦しくなってしまうので、そういった時には、あ、そんだけ私って辛かったんだね、というふうに自分に寄り添ってあげてください。そして、自分がもし知らずにこう攻撃、知らない人にですね、攻撃された時にどう捉えればいいかと。まあ知ってる人でもそうですけど、自分でいつも会社の人にね、同じふうにこう、馬鹿にされるとか、言われた通りにやるんだけど、いつもダメ出しされるとかですね。その時に、まず自分がどんな周波数を出してるかなということを見つめていただくと、そこからもほぐれていきます。で、その後で批判を受けた側の話もします。で、全然知らない人から書き込みをされると、人がダメ出しをされると、知ってる人からもダメ出しされると言ったときには、自分発信が人の悪口を沈んでいってないかなと、人のことを悪く言うっていう周波数が、自分が出してる波がそういう波がないかなと、親の悪口とか、会社の人の悪口とか、攻撃をする人の悪口とかを言ってないかなと、思ってないかなと。あと、陰で愚痴って周りのせいにしてないかな、自分発信がそういう周波数ないかな。で、自分のことをダメ出しして、自分自身のことを、相手と自分との関係は自分と自分自身との関係なので、自分自身のことをダメ出ししてないかなというふうに捉えていただければと思います。私自身がすごくこう攻撃を受けてた時期っていうのは、自分のことをめちゃめちゃダメ出ししてました。どうせ俺なんてとか、認めてもらえないとかっていうふうに、俺なんてどうなってもいいって思いでですね、お仕事していたので、この自分のことを避けていたので、その周波数で帰ってきていました。で、その周波数をきれいにきれいに洗ってあげると。自分の心を丁寧に丁寧に洗ってあげる。人の悪口言ってるかなと。自分自身のことをダメ出ししてないかなというところをですね、きれいにきれいにこう洗ってあげるということです。で、そこをきれいに洗ってあげながら、今度はですね、この攻撃を受けたことに対しての捉え方です。この考え方は、私が8年前ぐらいにこう鬱に陥った時に、この考え方をしてすごくこう楽になりました。それが何かというと、この2対6対2の法則です。これはですね、ご存知の方多いと思います。で、その部分をですね、エネルギー的にも、のところでお話しさせていただきたいと思います。2対6対2の法則何かというと、自然界でアリンコさん100匹こう集めましたと。その100匹集めると、自然とですね、この中で2割のアリンコさんが遊ぶと。で、6割のアリンコさんは普通に働くと。
で、残り2割のアリンコ酸、めちゃめちゃ働くというふうに2、6、2で分かれました。じゃあ、この遊んでしまうアリンコ酸をですね、このアリンコ酸をこれ邪魔だからどかしますと。で、80匹にしました。この80匹を、これならもうみんな働くだろうと思ってですね、見てみると、またですね、この2、6、2でですね、遊ぶアリンコ酸と、普通に働くアリンコ酸と、めっちゃ働くアリンコ酸と、この2対6対2はずっと続くと。これ、アリだけじゃなくても、ゾウさんの群れでも、お猿さんの群れでも、人間の群れでも同じだと。でね、このクラスでね、クラスとか学年とか、あと会社の中で、これやろうと思って、100人の人の会社の中でね、言いますと。その時に2割の人が、そんなんできっこないでしょ、何言ってんのみたいな感じの言い方をすると。で、6割の人が何とも思わない、普通にこうついてきます。で、残り2割の人は、うわ、めっちゃそれいいじゃん、やりましょうみたいに、この、超絶賛してくれるという話ですね。この部分はご存知の方多いと思います。そして、こっから先がですね、私が、なるほどと思って、私の感覚がね、変わったんですね。当時私はいつも自分が攻撃されている、自分がの誰かひそひそ話をしているのを見て、また俺の悪口言ってるっていうふうに、みんな俺のこと悪く思ってるって思ってた時期があったんですね。その時、どういうことかというと、この批判するエネルギーがマイナス100だったとしますと。と、なんとも思わないエネルギーがプラマイゼロですと。で、褒めてくれるエネルギーがなんとプラス100で、悪く言うエネルギーと褒めてくれるエネルギーは同じだと。ここすごく重要です。何か会社だったり部活だったりクラスだったり同僚だったりで、この一人嫌な人がいるとものすごくズゴーンって引っ張られて、例えばね、20人の中で一人だけこう嫌な人がいると、そこでズゴーンとこう引っ張られて、すごく重いけど、19人は別に何とも思ってないと。じゃあ、こっちをよく捉えればいいのに、とか、私がやってたのは、こっちをすごくマイナス1000ぐらいに捉えて、こっちはもうプラス1か2かぐらいしかほぼ入ってなかったんですね。その時の私のあり方って何かっていうと、褒めてもらった時に、ある特別な人から褒めても、会社の中でもね、褒めてもらった時に、私自身が、いやいや、もっと頑張ると。そんなことはないと。自分はもっと頑張る。まだダメだからもっと頑張るっていうふうに、褒めをね、受け取らなかったんですね。で、ダメ出しされたところをね、もろに受け取ってたんですよ。あ、やっぱり俺ダメだったというふうに受け取ってたんですね。なので、マイナス100とプラス100をですね、こちらマイナスばっかり大きく思ってたんですね。つまり、絵で言うと、本当は2、6、2なんですが、私が、みんな俺のこと悪く思ってるっていうふうに思い込んでたんですね。で、こちらの普通とか褒めてくれる人はいないと思ってたんですよ。でも、この次の脳科学の話なんですが、人間の脳みそっていうのは何かっていうと、自分が見ている世界っていうのは目が見てるんじゃないと。脳が判断したもので見てると。判断したものが自分が見てるものと。で、脳が自分に必要な情報だけを選んで見ているのが自分の現実ですよ。どういうことかっていうと、私の脳みそがネガティブ脳みそだと、マイナスもプラスも一日の中であるんだけど、マイナスだけをこう受信して、プラスはキャッチできない。で、またマイナスだけをこう受信して、プラスはキャッチできない。またマイナスだけを受信してっていう風にして、一日振り返るともう今日ずっと最悪だったみたいに処理してるんですね。で、逆に私の脳みそがプラス脳みそだと、マイナスは受信しなくて、プラスをすごくキャッチして、マイナス受信しなくて、またプラスをキャッチして、マイナスはまた受信しなくて、またプラスをキャッチしてっていうふうに、この、今日一日振り返ると、なんかずっとこうプラスだったみたいなふうにですね、自分が判断したもので自分の現実を決めてると。目じゃないと。脳みそが決めてると。つまり私の脳みそがネガティブばっかりをこう、かつては受けてたんですね。で、この悪く言う人の意見をもろに受けて、あ、やっぱり俺ダメだったんだと。それを自分にインプットしていて、褒めてくれる人には、いやいや、そんなことはね、自分はもっと頑張ると。いうふうにシャットアウトしてたのね、それはマイナスになるわ、という感じだったんですね。で、私の脳みそがマイナスに勘違いしてたんですよ。マイナスもプラスも同じなのに、マイナスに勘違いしてたんですね。で、悪く言う人は、私がですね、どんなにいいことやっても、あなたがどんなにいいことやっても、その人の言う通りにやっても、悪く言ってくるんですよ。2の人は。で、悪く捉えるパラレルワールドの世界に住んでるので、どんな風に対応しても必ずというかな、悪く言ってしまう。で、その人の言いなりになってしまうと、
自分自身のパラレルワールドがマイナスの泥沼から抜けられません。じゃあどうしようと言った時に、自分自身のパラレルワールドが変わった時に世界が変わります。で、自分自身が出来事をよく捉えることの側、例えば攻撃をする人を通して、あ、こうやってあの攻撃する人は私に現象をより良い周波数帯で見るんだよっていうふうに強烈にこう教えてくれてるんだと、ありがたいなと、より良い方向で見るんだよっていう、例えばこの会社じゃなくてもお姑さんだったりね、この義理のお父さんお母さんとかね、あ、自分の本当の親とか人がいるかもしれないと言った時に、あ、こうやって悪く見るんじゃなくて良い周波数帯で見るんだなと、そういうことを強烈に心がけさせてくれてるんだというふうに捉えるですね。で、こちらこのですね、よいしょ、東京モード学園の谷勝社長はですね、洋服のデザインの学校を作りたいと言った時に、周り100人中98人が猛反対したらしいんですね。で、賛成したのはお母さんと自分だけだと言った時に、やっぱり俺ダメだったんだと捉えないでですね、この谷勝社長が捉えたのはどう捉えたかっていうと、この市場は私の独壇場だと、みんな攻めてこないと、で大成功するというので、実際にですね大成功して、この新宿のビルですね、これ現金で建てたっていうんですよ。これカンブリア宮殿に載ってたんですけど、そのカンブリア宮殿での言葉が、誰もしないことをやれと、好きなことをやれば一番伸びるというふうにですね、この悪く言う人、これ262の2どころかね、98もうね、反対してたというところを、自分がプラスにこう勘違いするですね。そうすると、本当にこのうまくいくので、自分がどう捉えるかっていう捉え方が人生成功するのかということです。だからネットでマイナスな書き込みがありました。そのところ、私もすごくショックを受けました。私自身もいろいろ書かれたので、今は YouTube 書き込み禁止にしてるんですけども、この、その周波数を受けてものすごくショックをかつてはネットではもう受けてなかったんですが、会社時代にすごく受けてた時にものすごく引っ張られるんですね。その時に262のそのプラスの2のエネルギーをですね、逆にこう大きく勘違いを取ってあげると。で、本日のまとめです。何をやってもよく言う人もいるし悪く言う人もいます。で、どう捉えればいいかというと、もうとにかく徳を積んでいくことで、世のため、人のため、自分を喜ぶ側であれば、自分のアンテナに従って思う通りに進むと。何をやってもとにかくダメ出しをする人はいます。そこに引っ張られる必要なくて、あ、意見言ってくれてたんだなというぐらいですね、エネルギー的にあなたの存在を否定しているわけではなくて、あなたの存在を否定しているっていうのを自分が捉えてるだけですね。だから、徳を積むって何かというと、このゼロポイントフィールド側のあり方をどん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 世の中に広げていくってことですね。愛感謝で存在するということです。さらにもう一つですね。この自分を否定するしてくる人にですね、引っ張られる必要がないと。で、自分の脳みそにとっての現実は、自分が自分をどう捉えてるかだけです。だから、批判中傷する方はすごくいます。で、本当にその、抽象に引っ張られる必要はなくて、それを悪く言う人は、あなたがその人と縁切ったとしても、その人は誰か別の人をまた攻撃し始めるんですね。で、あなた自身が発信が変われば、その方とはもう関与しなくなるし、あなた自身の発信が変わってなければまた誰か別の人から関与されます。あなた自身が変わるっていうのは、この自分が陰で悪口を言うとか、人の良くないところを言うとかですね、この人じゃなくても、このなんていうのかな、物に対しての悪いことを言うとかですね、いうことを してるのを気づかせてくれてるだけなんですね。で、どうすればいいか。で、さらにはあなた自身のゼロポイントフィールドは誰も否定ができません。なので、存在を否定することは誰もできなくて、存在を否定してしまっているのは自分自身だったんですね。私もそうだったので、俺なんかいない方がいいと思ってたので、そうではないんですね。自分のことをですね、とことんこの大切にしてあげるっていうところですね。で、ぜひこのネットで批判を受け、攻撃をする人に引っ張られる必要はなくて、で、262のプラスの2が10になるぐらいにこう逆の勘違いをしてあげると。かつての私はみんな、よいしょ、かつての私はみんな俺のこと悪く思ってると
いうふうに思ってて、褒めてくれる人がいるのに、いやいや、まだまだ全然ってこうシャットアウトしてたんですね。それを、この私自身がプラスの勘違いをすると、あ、みんな私のことを褒めてくれるっていうふうに勘違いをすることもできる。それは皆さん自身もそれができるので、ぜひですね、本当にこのあなたの存在を否定することは誰もできなくて、自分自身もできないので、でゼロポイントフィールド側がですね、この全宇宙を動かしている、アインシュタインも言っている全宇宙を動かしている大いなる仕組み側です。そちら側を否定することは誰もできないので、ぜひですね、自分自身をますますこう尊んであげると、大切にしてあげると。で、辛かったらネガティブを陥ります。その時に、あ、そんだけ私辛かったんだなと。人攻撃したくなったら、あ、そんだけいっぱいいっぱいだったんだなというふうに自分をどんどんほぐしてあげてください。そういう人たちがどんどん増えていくことが本当の地球平和になっていくことで、戦争の周波数がどんどん消えてきます。で、そういうふうにして、地球平和が本当に起こっていくので、ぜひ自分自身の心をどんどんほぐしてあげることをしていってください。ということで、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。皆様がお幸せでありますように。では。